型紙と型紙の線について説明をします。中心の線は地の目線になりまして、裁断するときに地の目線を生地の縦地と合わせます。生地の端を耳と呼びます。耳は縦地の方向についています。この耳をまっすぐの状態にして、それから型紙を縦地の向きと合わせて生地の上に置きます。型紙の周りにあるグレーの線は切り取り線になりまして、ハサミでカットする線です。切り取り線の内側にある線が実線と言いまして、実際にミシンで縫う線になります。ミシンで縫った後は実線は縫い目と呼ばれます。実線と切り取り線の間を縫い代と呼びます。こちらは実際に販売している型紙の写真です。同じ色の線が2本外側にあります。内側が実線で外側が切り取り線になります。型紙をカットするときは切り取り線でカットをします。後ろ身頃のこの中心線が地の目線になります。どのパーツも中心線がある場合は中心線が地の目線になります。これを縦地と合わせて裁断をします。前身頃は先ほど説明しましたが、この前中心が地の目線になります。こちらは袖です。袖にも地の目線が書いてあります。セットインスリーブの場合、この地の目線が山の位置と合っていまして、身頃の袖ぐりにある合い印とこの地の目線のこの部分、袖山のこの位置が合います。この長さを測っていただくと、この長さとイコールになっているので、袖山の位置がこの合い印と合うということがわかります。もし袖山の位置が肩線と重なる場合は、この長さを測っていただければ確認することができます。この肩線の位置というのはデザインになりまして、デザインなので好きな位置にこう動かすことができます。つまり肩線をここに持ってくることもできまして、研修によっては、袖山の位置を肩線に合わせています。原型の袖は左右対称になっていまして、犬の洋服の場合、袖ぐりを円にしています。人間の洋服の場合、卵型になっているので、後ろ側と前側の角度が異なりますが、犬の洋服の場合は左右対称でつけることができます。原型の袖の場合もこの中心線と袖山の位置が同じになりまして、後ろ身頃の合い印と合わせて縫うことができます。こちらはラグランスリーブです。ラグランスリーブはこの線が地の目線になります。こちらは、ロンパースの型紙です。後ろ中心の線を生地の縦地に合わせます。脇とお尻にあるこの三角形の線をダーツと呼びます。ダーツを縫うことによって洋服が立体的になります。ダーツは線がまっすぐなんですが、縫うときは少しカーブに縫います。こちらはパンツの型紙です。パンツの場合、ここが後ろ中心になりまして、後ろ中心がまっすぐのときはここが地の目線になります。犬種によっては後ろ中心がカーブしています。その場合はこちらが地の目線になります。使用する生地がボーダーの場合は、この足先に対して直角に地の目を持ってきていただくとボーダーのパンツが作れます。この足先の中心からこの線に対して直角に線を描きました。これが地の目線になります。こちらはフードの型紙です。フード口が前中心になりまして、
この線を縦地と合わせて裁断をします。こちらは上襟と地襟です。上襟は中心線が地の目線になりまして、地襟はバイアスになっています。バイアスは斜め45度を呼びます。布箔で作るときは地襟はバイアスで裁断をします。ニットの場合はバイアスという考え方がないので縦地で裁断をします。こちらは裾見返しの型紙です。後ろ裾見返しの地の目線は後ろ中心線になりまして、前裾見返しの地の目線はこのラインが前中心線になります。もしくは前端の線になりまして、この線が地の目線になります。型紙の裁断枚数が偶数の場合は生地を折った状態で裁断をします。左右反転した状態で裁断することができます。こちらは三面フードの型紙です。三面フードの場合、マチは直線でフードの方はカーブをしています。カーブしていると縫い代の端の距離は実線よりも長くなったり短くなったりします。マチの方は縫い代の端の距離が 21.6 センチになっています。フードは23.5 センチになっています。つまり縫い代の端を合わせて縫うと長さが異なって見えます。こういう場合は端から1センチ入ったこの実線の位置を合わせて縫います。実線の距離は同じ長さになっているので端を合わせて縫うことができます。セットインスリーブの場合、この袖山は円に対して外側に縫い代がついています。袖ぐりは反対になりまして、袖ぐりの円に対して内側に縫い代がついています。つまり身頃の方の縫い代の端の距離は実線よりも短くなっています。袖は実線よりも縫い代の端の距離が長くなっています。つまり縫い代の端を合わせて縫うとセットインスリーブは距離を合わせることができません。そのため端から1センチ入ったこの実線同士を合わせて縫っていきます。こちらはスタジャンの前身頃の裏側を撮影した写真です。裏地がつかない洋服を一重と呼びますが、一重の型紙は見返しがついています。見返しの部分は裏側に折りまして、見返しの端をロックミシンでかがってステッチをするか、縫い代の端を2つ折りにしましてコバステッチで縫うという方法があります。生地が厚い時はロックミシンでかがってステッチした方が薄く仕上がります。生地が薄い時は2つ折りしてコバステッチした方が綺麗に仕上がります。生地が薄くてもロックミシンでかがって作ることができまして、いろいろな作り方があるので、いろんな作り方を試していただくと自分らしい作り方が見つかるので楽しめると思います。